Hello everyone, for example, どうもコースです。ということですね、今夜中の12時過ぎなんですけれども、なぜかメンテナンス前の旧雑貨が今出てきているということで、早速こちら挑戦してみたいと思います。ということでパーティーはこちらです。ブリュンヒルデ、こいつの、起爆ダメージが、相手に与えるダメージが 50% 上がるんですね。で、あとこの強撃、これも強いです。なんでこいつアタッカーですね。でアーサーでステータスを上げて、ゴーセルで必殺減らしと、あとは攻撃関連能力の増強ですね。で裏に SR エリザベスを置くことで、HP の減りを毎回回復してくれます。でアーティファクトが新しいこの人間族のやつです。言うの忘れてました。装備ですね。装備が猛攻会心、生命鉄壁、猛攻鉄壁、エリザベスはもう何でもいいです。はい。でこちらの旧ザックですね、マジで過去1レベルでめんどくさかったです、本当に。でまず必殺飯を食べてるんで、とにかく攻撃関連能力を上げるためにゴーゼルの必殺を上げます。でもしくは1ターン目でゴーゼルの必殺が上げられなかった場合は、いらない あのアーサーの札を捨ててください。でゴーゼルがこれHP が低くなってるんでヘイトが向いてるんですけど、これ重要なのがまずこの取り巻きから倒してください。取り巻き倒さないと旧ザックバカ硬いです。で取り巻きがこの腐食もつけてくるんですね。で腐食のダメージがめちゃめちゃ痛いので、なるべく早く取り巻きを倒して、で状況を整理しながら次の戦いに臨むっていう感じですね。でこれ必殺打たれても、まあ、意外と残るんですよね、ギリギリで。起爆と強撃と攻撃、こんな感じでどん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 落としていきます。取り巻き1体につき腐食が2個つくんで、1体倒せばかなり楽になると思います。これで腐食が1個なくなるんでかなり楽になると思います。ということでちょっと早送りします。で取り巻きを倒してからですね、はい、次もどんどん取り巻きを倒していきます。で取り巻きが倒れれば腐食がなくなるので、その分かなり楽になります。で一体になったらまず死ぬことがないんで、ここで次のステージ、フェーズ2に抜けられるぐらいの札をどんどん整理していきます。でこれですね、取り巻きを倒さないとこんなダメージ入んないんですよ。めちゃめちゃダメージが少なくて、取り巻きがとにかく厄介なんで、でどん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 札を吐いていきます。現在時刻2時24分なんですけど、まああまり声も出せないということで、あとめちゃめちゃ眠いです。めちゃめちゃ眠いです。まあ、夜中だから声小さいのかなって思ってる方もいると思うんですけど、今めちゃめちゃ眠いです。でとにかくここはもう
札を整理していって、次のフェーズ2がですね、初手で凍結されてしまうんですね。ただこれ必殺マックスの状態、必殺が溜まってる状態でフェーズ2に行けると凍結かからないんですけど、2ターンに1回2ターンの消滅がつくんですね。なんで無理なんですよ、必殺1体になった状態で多分必殺マックスで抜けるのが。なんでこんな感じでもう次の1ターンを凍結と札整理に捧げて必殺4の状態でいきます。でここ運よく起爆が来てくれたんで、起爆をつけつつ全員必殺上げつつ凍結を待つって感じですね。でこいつの攻撃が必殺1個減らして凍結するっていう、これも厄介なんで。でこのキューザックのね、タゲの取り方がよくわかんないんですよね。これ何回かやってんだけどゴーセルじゃない時もあるんで。でまあこの取り巻きはフェーズ1とギミックは変わらないんで、どん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 攻撃してきます。でフェーズ1よりなんか気持ちなんか柔らかい気がします。なんでここもどんどん取り巻きを倒してっていう感じですね。で1個注意点があって、このキューザック構えてる時、この時倒せないんですよ。キューザック不死身状態になって倒せないんで、この構えじゃない時に倒すっていう感じですね。で必殺も溜まってると思うんですけど、必殺弱いんであんまり考えなくていいかもしれないです。これは取り巻きですね。取り巻きをとにかく倒す。で僕これ取り巻き倒したと思ったら倒せてなかったんで、で見てもらった通り必殺全然強くないんですよ。マジで強くないんで、んでこれで取り巻きを倒して、あとはもうマジでぬるゲーです。こっからどれだけ早く倒せるか、どれだけ早く必殺コマンドを押せるかって感じです。まあ、ここまで来たらあとは必殺で効果力の攻撃で終了です。まあ、やり方さえ分かってしまえばあんまり難しくないんですけど、まあ、実際ちょっと腐食とかも入るんで強いことには強いですね。なんで皆さんぜひこの編成試してやってみてください。ということでおやすみー。